もう風邪です、大丈夫です。疲れますよ。そうですね。あれで今、あんま年齢が聞けないですね。なんで？あ、消えるんですか。今30後半ぐらいになったんですか。37ですよ。わあ、10年前はおそんなになってんだね。うん、もう41になっちゃいましたけどね。うん、無駄に41歳になったというね。不惑の年じゃないですか、もう。あ、じゃあ僕も恋人募集していいですか。いいじゃないですか。で、 でもその格好じゃない。いや、プロレス好きな人は全然いい。ああ、そうなんですか。じゃあ、あの彼女募集中なんで、うん、メキシコのレスラーによろしければこちらまで。ちょっと私のとこに来るんですか。それなんか知らないですけど。そうかそうか、そうか。どうすればいいですか、それ。知らない。でも多分来ないですよ。それはなんかモミニスト岩ちゃんっていう人もなんかやってました、ね、だって来なかったもん、あの人も。ですよね。うん、来ない来ない。野郎は来ないと思うよ。うん、来ないですよ、うん、そんな物好きな女の人はあんまりない。厳しいです。うん、そうそう、意外といたりしてね。うん、いるのかな、いろいろ、まあ、あのね、格闘技好きの女子もいるだろうし。やっぱりね、喋ってるとね、はい、あの呼吸してると一緒なんで、はい、力が抜けてくるんですよ。喋るって大事ですよね、はい、無言でやってるとね、うん、ホースヤさんみたいにね、言っちゃいけないんじゃない。もうでも、もうだいぶ前ですからね。まあね、確かにやめてますから、ね、そうですね。本当そうですよ、ね、墓盛りっぽいみたいなこと私言ってましたけど、うん、そうね、お墓はね、お墓の案内する人みたいな人みたいな雰囲気がね、なんかね、すごい失礼かもしれないけど、そうそうそう、でもある意味その落ち着いてるというかね。ああ、まあね、あの、うんうんうん、そういうことで、そういうことで、面白い人がいっぱいいましたね。そうですね、キャラクター何してんのかな。どうなんですかね。でもどっかで一回ホセアさん会ったことあるんですよね、だいぶ前。あ、なんか電車乗ってる時とか。ホセアさん、ああ見えて X ファンなんですよね。そうなんですよね。これがビビるっていう、うん、 X の要素全然見当たらないですけどね。墓守りっぽいですからね。でも一回僕見に行ったことあって、二人で、はい、ああ一緒に行ったんですもんね。行きましたよ、あの、はいはいはい、日産スタジアムか、はいはいはい、タイジーとか言いながらえー、来たんですけど、はい、待ち合わせで、はい、なんか全然待ち合わせなんかね、探しても全然どこにいるか分かんなくて、はい、大変でしたよ。ああそうだったんですね。三日越しから電話、携帯に電話かけて、はいはい、どの辺にいますかって言ったら、はい、じゃあ皆さん、あやめちゃった。じゃあなたどこにいるんですかって言ったら、橋のちょっと踏めとの方ですって言ったら、あ、じゃあ今行きます、プチって切って、はい、そっから来ないんですよね。そっからそう、だからその目印じゃ分かんねえじゃん。で、そこでこっちから電話かけるじゃないですか、はいはいはい、もう繋がんないですよ、そっから。やだ、出てくんないですよ。あら、で、何分後かにハワハワしながら、はい、どこですか、今どこですか。だからちゃんと目印決めなきゃダメじゃんって言って、何が見えますか、はい、じゃあちょ、あ、なんかビルが見えますけど大事に行きますよ。また切って走ってどっか行っちゃうんですよ。それだってさ、コミュニケーション障害ですね。そうそう、だと思う。うん、そうですね、すっごい困りましたよ。そうね、うん、一応でも見れたんですよね、一緒に。見れました、見れました、はいはい、それはそれで記念になりましたけど、日産スタジオに胎児が出ましたからね、よかったですね、その後亡くなっちゃうというね、うん、こんなん流して大丈夫ですか。まあちょっと場合によってはカットします。そうですね、カットして、はい、でも首、この辺近辺って、はい、特に
近畿ポイントないじゃないですよね、うんうん、まあそうかもですね。別に妊婦だからどうっていうのは聞かないですね、うん、っていうと保健生この辺がダメだってさっき書いてあったのとか、うんうんうん、そのくらいですね。あと足の足首あたり、うんうん、あと腰の周りぐらいなんで、うんうん、ちなみに今カメラどんな感じですか？映りいい感じですか？なんか手元わかんない、うん、手元はねお腹の方を向いてるような気がするですね。あ、本当ですか、じゃあちょっと位置変えましょうか。はい、ちょっと確認。じゃあ言っても横向きで何やるって話ですね。とりあえずじゃあ首の続きやります。そうですね、はい、じゃあおもろい話を ね、まあ、ねなんとなくでも、あ、ごめんなさい、はい、この辺ですか？これです。はい、まあおもろいですよね。うん、床なんですね。椅子使ってもいいですけど、大丈夫ですか？これの方がやりやすいです、はい、こんな感じで、はい、あと頭とかですもんね。うん、頭やってほしいです。わかりました、こんな感じで。もう言っていただければ。はい、うん、なんかブヨブヨしますね。本当に？あれ100円って欲しいんでしたっけ？わかんない。でも、はい、100円ってお腹に響くって聞いたことが。あの、あれですよね。うん、なんか割れ目の。力抜いちゃう作用があるから、でなんか下痢ツボとか言ったりもしますよね。そうですよね。ということは、うん、母体に良くないんじゃないかと。そうですね、なんかもしかしたら何やってんすか。あんまり良くないかもしれない。 あんまり強くやんのやめよう、うん、本当に吸い取っちゃうからね、死んだみたいでね、うんうん、ということは刺激、ね、うん、強いとこはダメなんですね、広告も。まあ、確かに確かに、そういう意味で痛いとこね、三陰交とかもね、割と、うん、まあ、効果が強いってことですかね。うん、響きますね、それ。外国人のお客さんとかも来るんですか？たまに。おお。ドイツから来ましたよ。おお。あ。視聴者の皆さんが、うんうん、そうですね、YouTube で見た方で、わあ、すげえ、わざわざ、うん、朝霞まで、うん、おもろい、それ。あの、荒役師の時も来てくれてますよ。ああ、在住の、うん、日本在住の、うん、うわ、わざわざドイツから、ドイツから、すげえ、そんなあるんだ、うん、おもろいね。ドイツのベイヤーンってところに住んでる方ですよ。本当一日がかりじゃないですか。でも別にここだけのために来てるわけじゃないですけど ね、まあ、ね、観光でね。そうそう、でもまあ離れてますからね、そりゃ銀座とか行ったりする方からしたらね、うん、うん、まあ面白いかもしれないね、逆にね、うん、あれとか中野に近かったからな、うん、この辺潜ってますね、うん、ほぐしてください、こめかみが。目は疲れますよね、うん、おー、凝ってる、これ。でもこの周辺、カイロの店もあるですね、うん、さっきあの、うん、ありますね、数休み的な、うん、ルグビシ君なんかやってるんですか？何やってる？サッカーとか。やってない。絵描いたり。絵は描きますね。おー、図工、図工部。部活まだ始まってない、ね。あ、確か始まってない。うん、9歳だもんね。まあ、血筋が芸術家ですからね。うん。芸術って呼べるほどの本じゃないですけど。そうなんですね。
トークしないとダメってやつ。もうそろそろ全然いいですよ。あ、じゃあ音出した方がいいってやつ、これこうやって。お任せです、大丈夫です。